髪を染めました。せーの、ルンルン、どうもシホルンです。はい、今回はですね、もうそろそろ8月が来ますね。今回はですね、7月のお気に入りを紹介していこうと思います。7月はいろんなものを買ったりとかすることがすごい多かったんですよ。でね、まあ、ちょっとそれをね、今日は皆さんに紹介していこうと思います。それでは早速始めていきましょう。スタート。パッ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 パー。いろいろね、紹介する前に、この前7月の24日にですね、大阪城ホールであったブラックピンクのライブに行ってきました。そこでね、買ったものを紹介してほしいってね、リクエストをいただいたのでね、紹介したいんですけど、私その時金欠でして全然買えてないんですけど、まあ紹介していこうと思います。私の推しはですね、リサちゃんとロゼちゃんです。まずじゃじゃーん、そうブラックピンクのファンクラブのタオルがめっちゃ可愛くって買いたかったんやけど、私ファンクラブ入ってないから買えなかったんですけど、こちらのね、ブラックピンクって書いてある可愛いタオル買いました。めっちゃ可愛くない？これやばいよね。もうボタニカル、ボタニカルって感じ。ボタニカル、これは大事にしようと思います。缶バッジをね、2つ買ったんですけど、2つともロゼちゃんだったっていう、わ、推し運がすごいと思ったんですけど、ちょっとリサちゃん欲しいなと思ったんで、もうずっとね、ロゼちゃんをこうやって持ち歩きながら歩いてたんですよ。そしたらね、リサちゃんと変えてくださる方がいて、はい、ロゼちゃんとリサちゃん2つゲットしました。めっちゃ可愛い、ほんまにやばい。もうなんかライブの時もなんかもうやばかった。もうとにかくもうやばいやばいっていう言葉しか出ない。もうやばい。はい、こんな感じでペンラですね。もうこれプニ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 言うんだよね。すごいよね。こんなペンラ初めて見たよみたいな。めっちゃ可愛い。金手っていうのかな。一応ピンクなんだけど。こんな感じで撮れました。なんかすごいサブステの目の前ですごい嬉しかったんですよ。でそれでちょうど届いたっていう。手伸ばしたら撮れた。はい、こっからですね、7月のお気に入りを紹介していこうと思います。私めっちゃ焼けたと思います。皆さんめっちゃ焼けたよね。私すげえ焼けた、やばい。はい、それではですね、紹介していこうと思います。化粧品から紹介するんですけど、まあ化粧品1個しかないんですけど、リップですね。リップ私がね、最近ちょっとやってるんですけど、このなんだろうな、ちょっと紫っぽい感じのピンクみたいな感じのリップなんですけど、このチフレの578番の赤リップをね、このめっちゃ赤いんですけど、赤リップを塗った後に、このエチュードハウスの WP ディアダーリンソーダティント BL601番、このね、グロスをね、塗ってるんですよ。この青っぽい感じのやつを塗ってるんですけど、めっちゃ可愛い色になるんですよ。でお気に入りで結構これを最近塗ってます。その前にね、ワセリン のピンク色のやつを塗って保湿してるんですけど、もう超おすすめです。やってみてください。安いんでね。そしてじゃじゃん、これが超大活躍。もうこれ8月とか9月とかも多分大活躍すると思うんですけど、めっちゃ涼しい。これほんまに持ってるだけでもうなんかもうハーってなるし、もうなんか心の支えですよね、こいつ。もう最高でした。なんかブルピンのライブ行った時もなんかこの BT21 の扇風機持ってる人めっちゃ多くって、そう人気になんかみんな持ってた、これ。そうみんな持ってた。でなんかマングの扇風機持ってる人が3人ぐらいおって、めっちゃ恥ずかしかった。もうその人となんか レジ並ぶんだけど、後ろなの同じやつを持って、みんながめっちゃ恥ずかしかった。そんな感じです。じゃあお洋服を紹介します。そう今月お洋服めっちゃ買って、このニコロンのね、ニコロン東京って書いてある T シャツも買って、すごく嬉しかったというか、もうすごい可愛くてね、お気に入りなんですけど、すごく便利だなって思ったものがありまして、じゃじゃん、こちらのウィゴとかに売ってるね、チューブブラ、ブラトップ なんかいろんな呼び方あると思うんですけど、こういうのをね、マジで1個か2個持っとくとすっごい楽だと思いました。なんかこういう服とか最近流行ってるじゃないですか。これも結構お気に入りなんですけど、ここってすごい出るんですよ、こういうのがね。だからそういう時に、私これの黒も持ってるんですけど、黒とかを身につけとくとすごいいいし、やっぱなんかシャツとか見えてたらダサいじゃないですか。だからすごくウィゴとかにあるんですけど、めっちゃいいと思った。2つ買ったら500円引きしますみたいな感じで売ってたんですけど、マジでおすすめ。あとはこのバーバリー柄っていうのかな、の柄のこのシャツもね、すごくお気に入りです。そうめっちゃ可愛くない？これすごい流行ってますよね、最近みんな着てるというか。だからすごい私もお気に入りで着てます。あとはバンタン系かな。じゃじゃん、こちらのメモリーズですね。メモリーズこれ見てすごい癒されてます、私。もうやばい。もうこれなんかちょっと見せれないんですけど、メモリーズやばかった。いやほんまにもう、うん、DVD が見れないのがちょっと難点なんですけど、まあ、DVD プレイヤーで見れました。韓国版なんでね。まあでもすごく
気に入りで、あとがこのザ・ウィングスツアーのインジャパンの京セラドームでねやられたやつなんですけど、これもすごいお気に入りです。私もこれ3回見たからねなんか寝る前になんか見たくなるんですよこれ。なんかこのグクから始まるあのビギンの感じのダンスがもうすごい好きで、なんかビギンって言ってめっちゃ足動くやんみたいな感じのあのダンスが好きで、からのなんかもうジミンちゃんのねあのはーって感じがもう超好き、うん、で細くのあの感動する感じもすごく好きだし、もうねもうこれはもうマジでみんな見た方がいい、見た方がいい。これはまあそんな感じですかね。なんかいろいろ紹介しましたけど少なかったかなもっと出るかと思ったんだけどね、そう服とかねまだちょっといろいろ選択してるんで紹介できなくてごめんなさいあそう、あと質問がすごかったんですけど、サマパケ買うんですかっていう質問と、新しく出たアンサーのアルバム買うんですかっていう質問に対してなんですけど、ラブヨーセルフのアンサーのあのやつは4形態買いました。でそれを買うのと、みんな見る。みセミヤ、みユンギ、みユンギ。もういなくなった。どっか飛んでったわ。もうセミの季節ですか。早いですね。何話しよったっけ。あ、そう。アルバムは4形態買って、で、あとは。サマパケですね。サマパケ間違えて2個買っちゃったっていうね、いやーって感じなんですけど、まあ友達がなんとか買い取ってくれるらしいです友達がねなんとか買い取ってくれるらしくってよかったです。1個しか頼んで覚えないのにメールなんか購入完了しましたって言ってメール届いた時になんか数量2個1万4000円とか書いてあって、って思うって思って、まあ友達が買い取ってくれたんでよかったですビビりました。そう、あとはねこのロレアルパリのなんか緑色のやつで染めたんですけど、昨日染めたんですけどもう色落ちしたねみたいな。早くない？なんかでもちょっと緑入ってますよね。細くカラーです。細くちょっとブルピンのリサちゃん思い出しますね。なんか一時期緑だったよね。はい、あとピアス開けちゃいました。2個ユラチムがねカチャーンって言って開けてくれました。ありがとうございますユラチム。はい、というわけでこんな感じでございます。最後まで見てくださってありがとうございました。ちょっと最近ね YouTube の投稿頻度がすごい落ちてきちゃってて申し訳ないです。もしよかったらねあの YouTube のコメント欄でやってほしいことね書いてくださると嬉しいです。まあできるとは限らないんですけど、まあ他の YouTuber さんがやってないような感じのもう変わったネタを提供してくださると嬉しいですというわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイルンルン、バイバーイ。